皆さんこんにちは。福井県のセレクトショップディスカバリーです。今日の動画では今下に履いているスーパーストレッチデニムユーズドウォッシュスリムデニムパンツを紹介します。ミスターオリーブの定番としてすごく人気があるのがこのスーパーストレッチデニムというオリジナルのデニム素材を使ったパンツシリーズです。名前の通りすごく伸びます。で、一番の特徴はですね、普通ストレッチデニムっていうのはポリウレタン、一般的にポリウレタンと呼ばれるストレッチ素材を入れることによって伸びるようにするという特徴があります。ただですね、このポリウレタンっていういわゆる化学繊維ですねを入れることによってその量が増えれば増えるほどデニムの風合いは損なわれていきます。あとポリウレタンって劣化するので、まあ、長く愛用することによって生地の劣化にもつながるという欠点があるんですね。それに対して普通のストレッチデニムパンツはだいたい 3% から 5% ぐらいそのポリウレタンが入ってるんですけど、このミスターオリーブのオリジナルパンツに関しては 1% しか入ってません。で、 1% しか入ってないんですけどめちゃめちゃ伸びるんですね。これはね、ちょっと入ってもらわないとわからないのがすごくね悔しいところなんですけど、お店で試着した方みんな感動するぐらいの履きやすさなんで、どういう理屈で作ってるかっていうのはオンラインショップの方に詳しく説明してあるのでそちらの方を見ていただいた方がいいと思います。とにかくね、履きやすくて伸びるのでもうこれだけでもねすごく買いの一点と言えるぐらいのパンツではあります。はい。で、そのスーパーストレッチシリーズワンウォッシュと呼ばれる濃いタイプがあるんですけど、こちらは名前の通りユーズド加工を加えた味のある古着のような加工のやつになっています。少しね縦打ちがあるような、ね、ちょっと味のある加工になってるんですけどですね、こんな感じの色合いになります。シルエットはですねスリムパンツですね。スキニーほどじゃないんですけど全体的に細くなるようなシュッとした感じですね。少し太ももとかに余裕がありつつ全体的にはピタッとしたような感じのデザインになります。はい。あとデザインもね少し普通のデニムパンツが変わってまして、それはちょっとこれじゃなくてこの、はい、ハンギングしたパンツで紹介しますね。まずポケットですね。普通のGパンツはここにポケットがついて上からだと思うんですけど、これはスラッシュポケットっていうこうスラックスで使われるポケットが採用されてます。はい。ポケットが手がすごく入れやすいんですね。あとですね、これ内側ね紐が通ってるんですよ、こういう感じ。はい。なのでベルトをしなくてもこれを絞ることによって履くことができます。一応ベルトループもあるのでベルトするしないは自由です。これでもう結んじゃっちゃいたい方はこれでウエスト絞っちゃっても全然 OK という感じです。まあ、両方使っていただいてよりフィット感を求めるというのもありだと思います。はい。あとポケットですね。後ろのポケット、こちらの方も普通はパチポケって言われるこう箱型のポケットがついてると思うんですけど、普通のジーパンに関してはこれはですね、これも同じくスラックスのような内側に手を入れられるようなポケットになっています。こっちがスナップオーダーですね。はい。ここにミスターオリーブっていうロゴが入ってますから、なのでまあ生地の方も普通のジーパンとストレッチ全部全然違う履きやすさがあるプラスデザインとしても少しスラックスの要素を取り入れた綺麗な感じの洗練された雰囲気のデニムに仕上がっています。まあ、特にシルエットスリムなのでちょっと細めのデニムパンツが欲しいっていう方はかなりね狙い目だと思います。これ実際すごく人気で、うちのお店に入るたびにね全サイズ結構ねすぐなくなっちゃうので、サイズがあるうちにぜひ揃えられることをお勧めします。はい。はい。こちらサイズですね、 S、M、L、XL の4サイズ展開です。今私が履いてるのが M サイズですね。はい。大体の感覚ですとね、S が29インチ、M が30、L が31、LL が32インチぐらいのイメージになります。はい。こちらですね、お値段の方、税込みで23,100円、税抜き21,000円になります。オンラインショップの方から購入可能となってますので、ぜひそちらの方からご注文ください。質問等ありましたら、いつも通りメール、DM、コメント欄、何でも結構です。お気軽にお問い合わせください。はい。では今回の動画ではこのミスターオリーブのスーパーストレッチデニムユーズドのスリムパンツを紹介しました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。